グランドファンクも見に行ってますよ。もちろん雨の後楽園とか、それから大阪球場で行われた、その時はあまりにも小さいので行ってません。で、僕が見に行ったグランドファンクっていうのは、今ここにパンフレットがあって、1975年ですね、厚生年金会館で見てます。前座がカルメン・マキトーズで、このウドっていうこの呼び屋さんの、シリーズなんですね。ロックエクスプロージョン75で、第6弾がフォーカス、これオランダのプログレのバンドですね。で、第8弾が、ルーリードで、その第7弾がこのグランドファンクで、来てるんですけどね。これはクイーンを見た後なんで、こう演奏的には俺もこれ頑張ったらやれるなとは思ったんですけど、ショーアップがすごかったですね。アメリカンバンドの時はね、この、背面というか、そのグランドファンクの演奏してる後ろにアメリカの星条旗がバーンとライトでついてですね、で当時としてはもうものすごく、ただこう演奏するだけじゃなくて、こういろんなライトショーみたいなのがあって、すごいショーだなーと思いました。で、あと、マーク・ファーナーとそれからドン・ブリューアーのこのパフォーマンスが素晴らしいんですよね。とにかくこうエネルギーというか、でこうドン・ブリューアーはドラムの人がこう立って、こうドラムのところから立って出てくると、マーク・ファーナーがとっても小さいんですけど、またこうマーク・ファーナーがステージのフロントに来るとすごく大きく見えて、腕が太くて、こうあの人はネイティブアメリカンの血が入ってると思うんですけど、まさにネイティブアメリカンのこう大地を、大地のエネルギーを吸収して大地を揺るがすようなこう踊りというか、そういうなんか原始的なパワーというんですかね、そういうのを感じました。前座のカルメン・マキとオズがですね、どちらかというとこうしっとりとこう濡れたこうロックなら、メインで出てきたグランドファーがカラッとしててですね、太陽のような音楽で、素敵だったでしょ。だからとにかく体使う音楽なんだロックはみたいなね、エネルギーをどう表現するかなんだと。